ジャーンアサは、17世紀から18世紀にかけて、中央アジアに存在した、トュルク系イスラム王朝。創始者であるジャーニー・ムハンマドの中からジャーン・アサと呼ばれるが、彼の一族の出身地であるアストラハンから、アストラハン・アサとも呼ばれ、ブハラを首都としたため、先のシャイバーニー・アサ、次のマンギート・アサと共に、ブハラハン国とも呼ばれる。ジャーン・アサの一族は、 女子ジジの13なんとかテムルの公営にあたり、アストラハンハン国に住んでいたが、ヤールムハンマドの時に、ロシア軍の侵攻を受けて、アストラハンから、シャイバーニーアサへ逃れてきた。シャイバーニー城のイスカンダルハンは彼らを誘遇して、ヤールムハンマドの子であるジャーニームハンマドに、娘のザフラー・ハヌムをめとらせた。1598年、シャイバーニー城の混乱期に乗じて、 北のカザフ藩国が侵攻してきた。この時シャイバーニー長軍を指揮したのはピール・ムハンマド2世であったが、彼はジャーニー・ムハンマドの援軍を得たため、カザフ軍に勝利することができた。1599年、ピール・ムハンマド2世が没すると、シャイバーニー朝の団結が断絶したため、貴族階級の人たちは、対カザフ戦の功労者であるジャーニー・ムハンマドを藩に、推挙した。しかし、 ジャーニー・ムハンマドは、シャイバーニー家の血を引く者が範囲に着くべきと拒んだため、ジャーニー・ムハンマドの子で、アブドゥラーフ二世の甥いにあたるディーン・ムハンマドを、推挙した。しかしディーン・ムハンマドは、間もなく、ホラサーンで、サファビー長との戦いで敗死したため、その弟であるバーキー・ムハンマドが、範囲に着いた。1611年頃に即位した、イマームクリは、 国内の治安と経済の発展を図り、首都ブハラに各地から著名な学者を招いて学芸の振興に努め、ジャーン・アサの最盛期を築いた。このことは中央アジアの暗黒時代における唯一の工業となった。しかし、イマームクリの死後は後継争いが相次ぎ次第に荒廃していった。1740年、アフシャール・アサのナービルシャーが 中央アジアに侵入すると、ンのアブールファイズは、ナーディルシャーから贈り物を受け取り、婚姻関係を結んで、アフシャール朝の従属下に入った。この頃から、最小の地位にあって、権力を握り始めたのが、マンギト部族出身のムハンマドラヒームであった。彼は、アブールファイズの後を継いだ、アブドゥルムーミンを暗殺して、権力を掌握し、 1753年にはアミールを称し、1756年には最後の藩であるアブールガーズィーを廃して、自ら藩くらいにつき、万ギとアサを創始してジャーンアサを滅ぼした。バーキー・ムハンマド、ジャーニー・ムハンマドの次男、ワリー・ムハンマド・ジャーニー・ムハンマドの三男イマームクリ、ディーン・ムハンマドの長男ナズル、ムハンマド、ディーン・ムハンマドの次男アブドゥル・アジーズ、 ナズル・ムハンマドの長男スブハーン・クリ。ナズル・ムハンマドの次男ウバイドゥルダー一世。スブハーン・クリの長男アブール・ファイズ。スブハーン・クリの次男アブドゥル・ムーミン。アブール・ファイズの長男ウバイドゥルダー二世。アブール・ファイズの次男アブル・ガーズイ。イマーム・クリの孫。サイード・イブラーヒームの子。ありがとうございます。